ふも寺は、福島県いわき市、北目町にある臨済州の寺院である。三号は如意産、如ょい陰号は、福樹院。本尊は、釈迦如来像だが、境内に立つ観音堂が、いわき三十三観音札所第一番、北目観音であり、そちらの本尊は、木造如ょい観音座像で、いわき市有形文化財となっている。会期は昭和4年、地どん寺によると伝わり、 当初は、駒沢の地にあった。慶長八年、鳥居忠政の平城追記、長源寺根流に際して、久保町に移され、文政年間に火災にあった後に、現在地きために、善良承認によって再興されたという。いわき三十三観音札所第一番。巡霊家は、札楽屋、広敷門に実りをぞ頼み渡らせ末の川はし、縁起は定かではないものの、 千年余りの歴史があると伝わる。観音堂内の箱蓋にある墨垣には、観音堂が昭安2年に消失したらしい記録がある。鎌倉期以降は、E の八万宮境内にあり、庶民が巡礼し厚い信仰を集めたが、その後、現在地来ために再建された。現在の観音堂は、元禄十三年七月、城北積み金行の組織のもとに建立されたもので、 観音堂の変額は、当時の平良城主、内藤義孝高高家会の書家、佐々木源流の書である。本堂の本尊物。作者及び年代などは明らかではない。観音堂の本尊物。図紙内に安置され、造庫は六十七点二センチメートル、肩幅は二十六点七センチメートルの一面六尾の像。天よまといもをつけ、輪王座の姿勢を取り、蓮華、輪宝。 宝珠、樹珠を手に携えている。作りは一部失白、かや材の寄せ木作りで、頭部と体幹を共に、前後の二材で繋ぎ合わせ、また膝前を別材として繋いでいる。堀の特徴より、鎌倉時代後期から末期の作と考えられる。後輩と台座は、後から補われており、台座には、元禄15年の墨書きがある。 六本の手はすべて当初のものと考えられている。1994年3月、岩き市の有形文化財の指定を受けた。観音堂内に安置されており、かつては E の八幡宮にあったものとされる。ありがとうございます。